皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年5月の16日月曜日、今日の数波の言葉は巨額の富を生む可能性。巨額の富を生む可能性。今日の BGM はアルバムナタデラの調べの中からたくさんの曲をお送りしています。輪廻転生白山、輪廻転生白山です。このナタデラの石川県小松市にある名刹ナタデラ、このナタデラのご住職木崎慶山先生とお会いした時にですね、何回かお会いした中で、近くに山に連れて行かれたんですね。その近辺はですね、昔修験者どう修行をする人たちのところがたくさんあったと、その山に囲まれているというところで、その一つの山に連れて行ってもらったんですね。で、木崎先生が前を歩くんですが、鈴をチリンチリンチリンとこう鳴らすんです。あ、なんか巡礼の雰囲気かなとかって言ったら、いや、これは熊に、熊、要するに熊が出ますから、その熊に人間が来たよっていうことを知らせるための鈴だそうです。そうすると熊も寄ってこないということらしいんですが、なんかそれを聞いてから、ぴったりとその木崎慶山先生のですね、背中をぴったりとくっついて歩いて、で山頂に行きました。山の頂、そこで、夜小さなお堂があったんですけど、そのお堂の中で寝ましたけど、そのお堂の中で寝たんですが、山の頂というのは不思議なもので、その夜見た夢がですね、魔女がいっぱい来て私の方へ追いかぶさるんですね。非常に山のエネルギーというか、空からのエネルギーというかよく分かりませんが、いただきっていうのは本当にエネルギーをいただく、それぐらいすごいものを感じました。だから修験者はこういった山で修行をするんだなっていうのがよく分かりましたね。そういった中で得た神通力を、世のため人のために使われると思いますけれども、そこにほからではなくてですね、なんか宿泊設備を作られるということで、今はできてるそうです。ヘリコプターで機材を運んだらしいんですが、とてもじゃないけどものすごい費用がかかったと思いますけども、またそこへ行くのが一つの楽しみでもあります。ぜひ東北といいますか、この石川県小松市、温泉でもとても有名なところですけれども、一度その名刹ナタデラを訪れてはいかがでしょうか。不思議なものを皆さんは体験されると思います。また感動があると思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。